さてさて、はい、続いてはこちらの企画です。生アフレコ。よっ、よいしょ、よっ、やったぜ、やったぜ。はい、これから僕たちによるアニメのシーンをつないだスペシャル生アフレコをお届けいたします。アニメの数々の名シーンをこの場でもう一度演じさせていただきます。 お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。まさかこいつが。お疲れ様です。総長、こいつが東京卍会のトップ、佐野万次郎。佐野くん、俺、サンバ隊の特攻やってます、赤石っす。邪魔、マイキーは興味ねえやつとは喋んねえんだよ。すいません、マジか。あのレッド君が何も言い返さねえ。お疲れ様です。清正、いつからそんなに偉くなったんだ。総長に挨拶するときはその角度な。はい。お前、名前は？花垣武道。そっか、武道。タケミッチ。マイキーがそう言うんだからそうだろ、タケミッチ。え？お前、本当に中学生？タケミッチ、今日から俺のダチな。え？東卍の総長。今日集まったのはメビウスの件だ。うちとぶつかりはでかい構想になる。メビウス、構想ってなんだ、聞いてねえぞ。じゃあみんなの意見を聞かせてくれ。うっ、いって何すんだ。ああ、文句あっか。お前花垣だろ。うちの隊の清正が世話になったみたいだの。どう落とし前つけんだこれ。落とし前。やめろやパー。清正の件はあいつが勝手に東卍の名前使って喧嘩賭博なんてやってたのがなしって話だろ。ああ、俺はバカだからわかんねえんだよんなこと。アーチンの脳みそはミジンコだぞこれ。わかんねえなら黙ってもらえか。パー黙ってろ。ごめん、ドラケン。ち、許してやってくれよ、タケミッチ。どうする、パー。やる？相手は二個上だし、東卍もただじゃ済まないし、みんなに迷惑かけちゃうから。でも悔しいよマイギー。んなこと聞いてねえよ。やんの？やんねえの？やりてえよ、ぶっ殺してやりてえよ。だよな。こん中にパーノたちやられてんのに迷惑だって思ってるやついる？パーノたちやられてんのにひよってるやついる？いねえよな。メビウスブッサー。8月3日武蔵祭りが決戦だ。
マイキー、マイキー君、よかった、これでペイヤも止まる。なるほどね。俺を別のとこ呼び出したのはケンチンを襲うためね。え、そんな策略か。で、俺のせいにしてトーマン真っ二つに割っちまおうと。俺はただパーチンを。これはお前のやり方じゃねえ。誰にそそのかされた。それって平安を操ってる黒幕がいるってことか。全部あいつの策略だったんだ。彼の言う誰かがトーマンの内部分裂を企み、幼いは利用された。もしかして清正君も。へえ、意外。マイキーって頭も切れるんだね。誰、なんだこいつ。俺が誰とかどうでもいいけど、一応今仮でメビウスを仕切ってるハンマだ。お前が裏でネチネチしてるキモいやつ。めんどくせえな、マイキー。いってー、マイキーの蹴りを止めた。そんなに急ぐなよマイキー。俺の目的はトーマン潰し、カッタリーから内部構想しよう。でも結果オーライかな。これで無敵のマイキー、この手でぶっ殺せるからな。マジかよ、タケミチ君。なんでここに。あれあれ、死んでねえじゃんドラケンちゃん。おい、なんでザコミチいんの。カスが何余計なことしてくれちゃってんだ。おい、誰かもう一回ガムテープ持ってこい。終わった。タケミッチ、ドラケン君。動いちゃダメ。ありがとな、タケミッチ。ひなちゃんとエマ連れて逃げろ。俺は大丈夫だ。逃げろ。俺今逃げようとしてた。それを察して。早くしろタケミッチ。こんなにボロボロなのに。俺は逃げ続けて全部なくしたのに。2回目もまた逃げるのか。情けねえ。俺は何しにここに来たんだ。ヒナ、下がってて。ドラケン君ごめん。勇気をありがとう。タケミッチ、俺が逃げたらここで終わりだ。みんなのためだけじゃない。
なんだてめえ、死にてえのかこの野郎。逃げなくていいのかタコ道。逃げねえよ、今度こそ逃げねえ。これは俺の人生のリベンジだ。準備はいいか、主役どもら、登場だ。東京万事例。ヴァルハラ。俺らも行くぞ、タケミチ。マイキー君。マイキーだ、無敵のマイキー、ハンセン君、まずは今日の仕切り引き受けてくれてありがとうございます。くだらねえ喧嘩なら俺が潰すわ。両チームの代表者、前に。腕に自信のあるやつ、5対5の怠慢、それとも全員で乱戦、どっちにする？バルハラの売ってきた喧嘩だ、そっちが決めろや、カズトラ。俺らの条件はただ一つ、バジ・ケイスケの奪還。東満が勝利した暁にはバジを返してもらう、それだけだ。はあ、バジは自分でうちに来たんだぞ、返すもなんもねえだろうが。バジを返してもらう、それだけだ。てめえ上等じゃねえかよ。おい、ここで争う気。ぬりな仕切り条件、てめえらままごとでもしに来たのか。俺らはてめえらを殴り殺しに来たんだよ。おっぱじめるか、マイキー。行くぞ、トーマン。キー君とカズトラ君が、ああ予想にしてんじゃねえぞ。ああ、やべえ、やられる。立て、タケミチ。三ツ矢くん、助かったっす。バカ野郎。てめえ何しにここに来たんだ。今俺ら喧嘩してんだぜ、てめえも二番隊の一員だろうが。気抜くんじゃねえぞ。そうだ、ここでやられちゃったら何もできねえじゃんか。目の前の敵に集中しないと。待て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 、目の前の敵、底辺の俺が本物の不良と喧嘩、無理だ、怖え。ビビってんのか。正面の敵だけ見てろ、相棒。チフユ、背中は俺が守ってやる。
喧嘩にビビんねえやつなんていねえよ。大事なのはさ、どう向き合うかだ。お前のせいで苦しんだ。お前のせいで燃焼にいたんだ。は？何言ってんだてめえ。敵に決まってんだろうが。俺は邪魔なものを排除する。知ってるかマイキー。人を殺すのは悪者でも、敵を殺すのは英雄だ。この時を待ってたぜ。キサキ！なるまでぶん殴ってやるぜ。やっぱりバジ君はキサキを疑って。ドラケン君やめろバジ。俺らお前を連れ戻しに来たんだぞ。大丈夫ですかキサキさん。ブン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 、俺の周り嗅ぎ回ってるハエだ。上等だ。キサキ。やばい。何の真似だチーフユー。バジさん、ダメっすよ。今ここでキサキをやったらマイキー君を裏切ることになります。東満のためにキサキをやるなら今じゃ。いい気になんなよチーフユー。てめえを俺の横に置いたのは喧嘩の腕を買っただけ。てめえの考えなんてどうでもいいんだよ。俺は一番大副隊長、バジさんを守るためにここにいる。どうしてもこの先に行くなら俺も容赦しねえぞ。やってみろ。10秒やる。10、9、8、7、6。どうした容赦しねえんじゃねえのか。5、4。殺さねえと止まんねえぞ俺は。3、2、1、0。
メだ、タキミッチ。俺はバジさんを殴れねえ。人は誰しもが裏切る。終わらせようぜマイキー。てめえが死ぬか俺が死ぬかだ。大事なもん壊すことしか能がねえなら俺がここで壊してやる。いつもそうだバジ、なんだかんだ言って一緒にいてくれた。俺は一番大事なもんを壊しちまったんだな。ごめんなバジ。俺もすぐ。マイケ。バジさん。マイケ。俺のために怒ってくれてありがとな。動いちゃダメだバジさん。俺は死なねえよ。こんな傷じゃ俺は死なねえ。嘘だ、絶対絶対致命傷なはずだ。気にすんなよカストラ。俺はお前にはやられねえよ。お前に託す。やめましょう、マイキックか。バジ君は、バジ君はこんなこと望んでねえか。てめえがバジをガタんじゃねえや。バジをガタんな。死んじまったんだぞバジ君は。なんで分かんねえんだよ。バジ君が何のために命を張ったと思ってんだよ。二人の
当番のためだろ。バジ君はカズドラ君に殺されるんじゃなくて自決することを選んだんだ。カズドラ君に負い目を感じてほしくなかったから。マイキー君にカズドラ君を許してほしかったから。みんなが大好きだからその決断をしたんだって、なんてわかんねえんだよ。タケミチ、このお守りをどこで？拾ったんです、集会の時神社で。お守り、それってバジ、ずっと持ってたのか。あの日のお守りだ。バジ、懲役10年は覚悟しろって言われたよ。短いくらいだよな。もう逃げねえ、向き合わないといけない。あいつがそう教えてくれた。だから今度こそちゃんと更生するつもりだ。死ぬなよカズトラ。てめえの考えてることなんて分かってんだよ。自殺して詫びようなんて許さねえかんな。でも他にどうしたらいいか分かんねえんだよ。マイキーから伝言だ。これからもお前は東満の一員だ。これでいいよなバジ。お前を許す。はい、ということで生アフレコをお届けいたしました。皆さんいかがだったでしょうか。ありがとうございます。こうやってみていかがでしたか皆様、改めて。いやー、でもあれですよね、昼の部でもやらせてもらって、夜の部でもやらせてもらったんですけど、はい、まあ、生アフレコっていうのは本当僕たちの仕事でもなかなかないことなんですよ。でやっぱりコロナ禍とかでもみんなで収録できなかったりとかするので、メンバーによっては本当に初めて掛け合いをするっていうね、キャラクターもきっといただろうし、いました。でもなんかこのリアルタイムで一緒に掛け合いをするっていうのを、なんていうんですかね、お客さんの前でやるって本当に贅沢なことで、この緊張感の中で、やらせてもらって、なんかより気持ちが乗っかったというか、こんな素敵な機会をいただいてね、本当に個人的には、嬉しく思っております。どうもありがとうございました。お越しいただいた皆様、そして配信でご覧いただいている皆様、本日は本当にありがとうございました。今日のイベント、まあ、こうやってこの大人数入るイベントでこういう場に立たせていただくの多分初めてなんですよ、はい。というかそのこの東京リベンジャーズというで花垣武道という役を演じさせていただくことでいろいろなお仕事をさせていただくようになりましたし、何よりこう役者として本当にこんなに熱い作品のこんな素敵なキャラクターにを演じさせていただけることが本当に光栄です。そしてこう皆様の前でお芝居させていただける、さっきめちゃめちゃ感極まってしまって、うん、今もですけど、うん、そう、聖夜結成編も決まって何も言えないけど、何も言えないのが、なんか心、どうしたらいいんだ。なんで切れんだよ。ただもう本当に感謝を伝えたいと思います。ありがとうございます。楽しみにしててください。
ありがとうございます。それじゃあテレビアニメ東京リベンジャーズスペシャルイベント東京卍會立川ツーリング解散。お疲れ。